作戦を確認します。反体制武装組織の補給ルートが確認されました。敵補給部隊はローベルトマイヤー大橋上空を通過します。周辺で待機し、敵輸送機を全て破壊してください。敵戦力には飛行型の特殊ノーマルも確認されています。留意してください。以上、作戦の確認を終了します。敵補給部隊接近しています。目標は輸送機です。必ず作戦エリア内で撃破してください。所属不明の部隊が野員に乗じて GA 社ガニア資源基地に進軍しています。これを迎撃してください。予想接敵エリアはほぼ完全な暗闇ですが、 GA 社は特殊照明弾の使用を約束しており、これを利用した有視界戦闘が可能です。敵編成などはほとんど分かっていませんが、多数のノーマルを含む大部隊が想定されます。慎重な行動をお願いします。以上、作戦の確認を終了します。有視界戦闘が大きく制限されます。 GA 社支援部隊の照明弾を有効に活用してください。こちら GA 第8部隊、支援作戦を開始する発射。
無事でよかった。帰りましょう。作戦を確認します。極海を航行中の BFF 社砕氷タンカーが所属不明の潜水艦隊に追跡されています。これを排除しタンカーの安全を確保します。哨戒機からの情報によると潜水艦隊は比較的大規模であり、艦首はオーメル社アカディール級戦闘潜水艦です。砕氷タンカーの護衛が最優先です。多連装の大型垂直ミサイルに注意し、敵潜水艦を全て撃沈してください。以上、作戦の確認を終了します。敵潜水艦隊、作戦エリアに侵入。砕氷タンカーを護衛しつつ敵艦を全て撃破してください。浮上。大型垂直ミサイル発射されます。冷静に対処してください。敵潜水艦潜航準備。後期です。潜航前に叩いてください。
カーの被害が拡大しています。これが撃破されれば作戦は失敗です。タンカーに向かうミサイル優先して対処してください。接近を確認。数は多くないけど、もうかなり近い。お願い、すぐ迎撃に出て。彼ら、マグリブ解放戦線の生き残りだそうよ。私たちは憎き仇だったのかしら。戦うことで生きるのなら受け入れなければいけない。それは分かっているのだけど。旧チャイニーズ上海海域に展開する所属不明艦艇を全て排除してください。艦営の特徴から目標は BFF 社の特務艦と推測されます。主砲となる高威力ロングレンジキャノンと多連装垂直ミサイルに注意してください。以上、作戦の確認を終了します。目
標の敵艦確認しました。全て撃破してください。無事でよかった。帰りましょう。作戦を確認します。旧マグリブ解放戦線のもう一人のイレギュラーネクスト、アシュートミニアが GA 社ナンセル製油所を占拠しています。これを撃破してください。製油所施設の保護を考慮する必要はありません。アシュートミニアの撃破を最優先と考えてください。単体の戦闘能力ではアマジーグに及ばないものと考えられますが、ナーセルには彼の友軍も確認されています。油断しないでください。以上、作戦の確認を終了します。慎重にね。目標、アシュートミニアです。展開中の敵部隊は無視しても構いません。無視を。また張ってる。敵ネクスト機体火力に特化しています。正面からの撃ち合いは避けてください。今はゆっくり休んで、おやすみなさい。
作戦を確認します。 GAE 社ハイダ交渉を強襲し、建造中の新型巨大兵器を全て破壊してください。ハイダ交渉は GA からの離脱を宣言しており、本作戦はグループの内部粛清です。施設内には元 GAE の正規防衛部隊が配備されていますが、作戦の障害となるようなら排除して構わないとのことです。なお、ハイダ交渉と提携関係にあったアクアビットが何らかの支援をしている可能性もあります。留意してください。以上、作戦の確認を終了します。情報が不足しているわ。慎重にね。ハイダ交渉は GA の異端と言われた技術者集団よ。企業の利害とか
政治なんて関係なく、ただ自分たちの研究が愛しかったのかもしれない。それがどんなに危険なものでも、なんとなくだけどそう思う。父も同じだったから。テロリストの名を借りた企業先兵の代理戦争は、 GAE ハイダ交渉の粛清により一つの転機を迎える。すなわちハイダの提携先であったアクアビットが、この粛清がアクアビットへの直接攻撃にあたると難癖をつけ、 GA に対し報復攻撃を行ったのだ。パックスで初めての企業間直接戦闘だ。この動きは対立を深めつつあった他企業にも瞬時に拡大。世界は理念なき戦乱に突入していく。そしてこの戦乱からアナトリアの傭兵の名はオリジナルに匹敵するネクスト戦力として認知されるようになる。彼女はそれを危惧していた。私には理解できなかったが。